えー、はっしーです。おはようございます。えー、今日ね、え夕方、えー、新白川の、えー、花梨オフィスに今日行きます。そして、えー、超有名な YouTuber、えー、怪しい茶会さんね、とコラボのお話し会にまずは行っていきます。よろしくお願いします。えー、そして明日は、えー、会津若松で、 えー、はなりんさんとの、えー、コラボお話し会。ということで、予定しております。ありがとうございます。はい。えー、石屋のね、最新情報、ちょっといい、いい情報が入ってきてるんでね、少しお話ししようと思います。えー、いきます。えー、Q と F と S、金本位制の裏付け証明書が出たぞだって。R と V も、 ティア5に進展しようとしているだってさ。<laughs> すごい。えー、他に、えー、ベトナムが、えー、ブリックスに今年中に加盟申請予定だって。今年中だってね。うん。はい。いろいろ読んでいきます。はい。まず一つ目。えー、ベトナム、今年中にブリックスに加盟申請します。ね。 えー、ベトナムといえばあ、ドン。ね。R と V でもかなり話題の場所。ね、えー。ベトナムのブリックス加盟の動きと R と V はしっかりリンクしていると思うと。えー、また、どんどん、えー、ブリックス加盟国も多くなっているので、すでに俯瞰紙幣は虫の域 <laughs> になっていると。 えー、ブリックスがどんどん力をつけているので、金本位制が主流になっていますよね、とね。次。えー、R と V がついにティア5へ進展しようとしているだって。うん。ね。えー、これ、バームさんのブログね。バームさんのブログ。アメリカの、えー、一般銀行で、えー、外貨両替トレーニング。 が実施され始めてきているだって。これ面白いね。えー、今月、まあ、5月だね、になってから今までには見られなかった金融機関内での新たな動きが確認され始めていると。それは、アメリカ国内の一般金融機関、銀行での 外科両外トレーニングの動きだって <laughs>。面白い、えー。で、この出来事は R と V、ね、の進展を感じさせる重要な動きとして捉えていると。具体的な見解は書き記,記事にてね、えー、綴りましたということになっているんだけど、ちょっとだけ読もうか うん、少しだけね、うんえー。どうしよう、どこりも。長いね。うんまあ、ちょっと長いか。えっ、ー、と、外科量法トレーニングが意味することだって、うん。どうしようか。長いね。まあいいや。ちょっと長いから、パス。<laughs> うん、はい。 えー、今まで特定銀行以外では R と V の存在が知られていなかったのが、ついに一般銀行でも動きが出てきた。ね、かなり進展している感じと。えー、今までは Tier 4B だったのがついに最終段階の Tier 5の準備段階に来ており、R と V を妨害してた輩が排除されて一気に動いていると。うん となれば、ゲサなんちゃらに関しても、連動してかなり動いたと見られる気がすると。日本でも、スタグフレーションが進行していますが、これもお金の支配脱却の最終段階、ゲサラなんちゃらや、えー、R と V の動きを見ても、最高のひっくり返しにつなげようとしているのかもしれないと。 一見、最悪に見えることも必ず最後はいい方向にひっくり返るので、えー、超ご期待くださいだってさ。うん、次。IMF がアメリカドル崩壊に備えよと警告だよ。<laughs> IMF が言ってんだってよ。すごいな。えー、すごいね、これ。うん えー、ロシアの IMF 代表によると、ブリックスは、えー、なんだ、通貨崩壊のさなか、アメリカドルに代わる通貨を提供する用意があり、ブロックはそのような場合に備える必要がある。ロシアからなる同盟。 インド、中国ブラジル南アフリカと、えー、支援諸国はしばらくの間アメリカドルを放棄するよう取り組んできました <laughs>、えー、この前もイーロンがドル崩壊を警告していたぞとねうん。 えー、さらにインドとナイジェリアも貿易でドルを捨てるパートナーシップを締結したぞと。<laughs> えー、ブリックスに金本位制の中心的なロシアでもプーチン大統領が再就任し、もう石や残党も入る隙を与えない旨を演説しました。<laughs> すげえ。 えー、一部ね、まとめ、プーチン大統領就任式演説内容、えー。大統領、プーチン大統領は7日、通算5期目の就任式で演説し、共にあらゆる困難を乗り越え、勝利をつかみましょう。と国民に呼びかけた。えー、スプートニクは、 全文訳を、えー、作成中。ここでは演説の要点を抽出して紹介するということになってこれもちょっと長いからパス。す <laughs> で、えー、にドル崩壊はリーチ状態と。準備もかなり整っていると、えー。日本が焼け石に水の為替介入で俯瞰紙幣ドルを売ったり、それでも円安が止まらず、 武漢紙幣の最終処分場みたいになっている。<laughs> うん、テレビ、テレ東のビズ、ね、のニュース、えー。独自、日本政府、日銀、2回の、えー、為替介入実施が判明だってさ。うん、まあ、いろいろ書いてあるけど、もうパス <laughs>、うんえー。日本とアメリカから一気に崩壊していくと。 日本とアメリカから一気に崩壊と。ね。うんえー、それから次、えー。Q と F と S。金本位制の裏付け証明書が出たぞ。だって。<laughs> すげえな、これ。金裏付け証明書が登場ってなってんだよな。これなんだろう、えー。私たちと一緒に情報を入手し、真実を明らかにしましょう。 彼らはあまりにも長い間、私たちに嘘をつき続けてきました。ね。私たちのテレグラムチャンネルに参加してください。掲示に加わってください。ということで、いっぱい書いてあるんだけど、ちょっと、これも文章も長いんで、パス、えー。ジンバブエで正式に金本位制の通貨が流通し始め、そのタイミングで証明書が登場した漢字と。ね。 この証明書により、えー、一切の悪事を働くことはできない。ここまで来てしまえば、もう俯瞰紙幣がこれ以上、えー、悪さもできないし、ノックアウトが、えー、すぐ近くという感じと、えー。日本でも新紙幣が出ますが、デザインは石屋のものだけ、どお石屋のものだけど、 ここまで来て、コストをかけて新しい俯瞰紙幣を発行するには意味がないよね、と。えー、D、石屋の計画、D と S の計画を利用して、金本位制、ね、紙幣に置き換える作戦だと思う、と。ね、いうことです。まあ、ちょっとじれったいって言えばじれったいね。うん。だけれど、まあ、こうして、 もう何百年って続いた悪の温床をね、そんな、一日や二日でコロンと変えられないっていうことなんだろうね。うん。まあ、でも、すべてがいい方向に向かっていることだけは、これは間違いない。で、この間違いないっていうのは、三次元的に見ても間違いがないんだけど、宇宙からのメッセージからしても、これ全然間違ってないんです。同じこと言ってるんです。ね。なので、えっ、ー、と、霊的に見ても、 五次元的に見ても、ね。そして三次元的に見ても、すべてはうまくいっている。あとはいつ来るかだけ。<laughs> ということで、えー、最新の医者情報を終わります。イエーイ